はい、サワディークラブ、今回はですね、タイ旅行後の感想はというテーマで、少しお話をしていこうかなと思います。でですね、私がタイ旅行へ行ったのはですね、去年の6月か7月頃に行ったと思うんですけども、まあ、それからしますとね、かなり時間が経っていますので、もうね、タイ旅行の感想後の感想としましてはね、思い出せないのでね、話せないという形になってしまいます。ですので、少しね、ドリンクを飲みながらですね、少し、話題をね考えて、いきたいと思います。まずですね、コーヒーとねお菓子がありますので、こちらの方をね少しね、レビューしていきたいかなと思います。カントリーマームですね。せっかくなんでね、これ一つ食べてみようと思います。ちなみにですね、この贅沢バニラ味が美味しいです。この他にはですね、ココア味ですとかいちご味があるんですけども、おそらくねこのバニラ味が一番美味しいんじゃないかなと思います。普段ね、こういったお菓子をですね、自分の部屋で一人で食べるってことはあまりないんですけどもね、せっかくなんでちょっとね食レポ動画っていうことでちょっと一つ食べてみます。なんかね、なんだこれ、アロイカ、食レポ動画と言ってもね、ただ食べただけですけども、もしよかったらね皆さんも食べてみてください。これ100円ショップでね、たまに見かけます。なかったかな。こうやってね動画を映しながらねこう食べているとね、その気持ちなんかねせかされてるような気がしてね、なんか食べてすぐコーヒー飲んでね、ですぐにねこの停止ボタンを押すというね、ことになっております。はい、ということで、話をですね、タイ旅行後の感想というテーマに、戻したいと思います。特にね感想というのはないんですけどもね、最近ですね、コブクロさんのですね、桜というね、曲を聴いたんですけども、これを聴いた時ですね、なんかこれすげえなとかって思ったんですよね。ただそれだけの感想になってしまうんですけども、このね、コブクロさんっていうのはね、私も名前だけは知っていてね、こちらの桜という曲も、自然にですね、知ってた曲なんですけども、なんかね最近聞いたらね、なんだこれすごい曲だなと思ってね、誰がこういった詩を書いたのかななんて調べてみたらですね、こちらの小袋さんだと思うんですけどもね、それが作詞作曲というような形ということでね、そうなんだということでね、思ったんですけども、タイ旅行後のね感想としてはね少しつながりがないのかなと思ったりするんですけども、個人的にはですね、タイ旅行を通じてか分かりませんが、以前ですねあまり気にしなかったようなですね、例えばそのアーティストさんの曲ですとかね、全然なんか興味が全然ないようなね、そういったなんかアーティストさんのなんて言うんでしょうね、なんか曲なんかをね、なんか少しね聴けるようななんか感覚になったのかなと思いました。ということでね、少しねまた
まとまりのないね、まあ、雑談動画ではあったと思うんですけども、今回もですね、動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。